この番組はご覧のスポンサーの提供で。何でもいいっすよ、喋って。はい、どうもこんにちは、ノブです。よろしいです。説明しよう。ゆうたくんはミスターランドエスケープという世界大会で世界一を取ったムキムキマッチョな男なのである。ウィー。今日はね、世界一の男と神戸のランキングはしました。あざっす。頑張ります。頑張ります。何頑張る？太らんように。太らんように。俺いっぱい食べさせてやけどな。タンパク質だけでお願いします。あ、いいよ。なんか逆に言ったら肉。肉っすね。肉っすね。じゃあまたチンジャオロースじゃな。北京ダック。北京ダック。します。まあね、神戸のね、南京町、まあ有名だと思うんだけど、やっぱ知らん人も多いと思うから、いい店とか、こんな感じって雰囲気が伝わったらいいなと思って。南京町は千葉だね。あ、そうか。あ、じゃあ横浜の大きい中華街な。そうですね。まああれに比べたらだいぶちっちゃい。だいぶちっちゃいけどギュッてしてる感じ。密集してますもんね。そうやな。あと俺的にちょっとな、面白いなんかところとかもあるから、そこも行こう。行きましょう。やっていこう。レッツゴー。ムハ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 。さあ南京町に世界一が入ります。世界一入ります。あ、ちょっと待って。世界入らん。なんでどうしたの。南京町っすよね。これ南京町っすよ。ハリウッドじゃないっすよね。ハリウッド、ああ、まあちょっとハリウッドかもしれへん。もうそろそろハリウッド出るやろ。俺はそうっすね。そうやろ。うんですけど、さっきのおるやつもですね。あいつか。あいつはハリウッドやったわ。あいつはハリウッドやった。俺より先に。いやでもこれから知名度越していくタイプやから。間違いない。そうそう。あ、ちなみにね、ゆうたくんも YouTube してるんで皆さん登録してみね。ドルジの時間でやってるよね。です。です。落ち着いて、俺思ってんけど、ゆうたくん歩くんくそ遅ない。くそ遅ない。え？こちら、上海です。店が閉まって。じゃあもうタンパク質ね。タンパク質ですよ、もう。ご飯は炭水化物って呼んでます。なるほどな。はい。ご飯は炭水化物。はい。お肉はタンパク質って呼んでます。なるほどね。だから、これ炭水化物です。これ炭水化物ね。なるほど。お肉、唐揚げはタンパク質。唐揚げは脂質、毒です。毒か。油で揚げてるもんな。そうなんです。あれはもう毒ですよ。酸化するしな、体が。誘惑がすごいんですよ。美味しいけどな、めちゃくちゃ。ここなんかあれやな、綺麗やな。ユンユンシューマイじゃなくて餃子が美味しい。へえ、なんか俺見たことないわ。これ一回行ったんですよ。減量期じゃない時に。減量時じゃない時にやけどしました。暑すぎて。だから嫌いです。なるほど。いやいや、猫舌やん。熱いんですよ。なんか肉汁がグッとガッてくるんですよ。まあ美味しい紹介しな。そうなんですよ。タピオカとか飲まんの。タピオカはもうすんごい毒だわ。すごい毒なやつ。あれもう太る要素っすよ。いやまあ太る要素だと思う。でも逆にちょっとな、俺太りたいんやんか。なんならもう唐揚げ食いましょうよ。唐揚げ食うてるよ。俺結構に飯食うてるで。ご飯とか普通に友達行ったらじゃん1合ぐらい食うし。1合っすか？うん。俺8合っす。8合は無理やわ。え？8合？1日で？一晩っす。一晩。一食8合。一食で夜に8合食ったりします。やばいな。あ、ここがあれですよ、南京町の中心の。こちら中心です。中心やけどあんまりゆうたくんには興味なさそうや。いや違うんですよ。見てください、マスクしてます。ほんまや、あいつらマスクしてるやん。いやまあやっぱな、コロナの時期やからな。一応緊急解除になったゆえな。そうっすね。まあ俺らも消毒とかしてかなり気をつけてやった。でもですよ、耳入ってないんですよ。かわいそう。かわいですね。後で写真撮ろうか。そうですね。あ、すいません、ごめんなさい。あっ、やばい。これはあれやろ、もう秘密やろ。秘密や。持って帰る人おるからな。確かにますよね。確かに。なんかあれですね、やっぱコロナで多分な、ここのこの何て言って老容器なんや、なんて言うんや。そう、あっこな、めちゃくちゃずっと列並んでんのよ。北京ヤングあれっすかね。北京ヤングダック。北京ダック。北京ダックはあの店にはないと思う。豚まん、まあ豚まんやけど、まあ並んでるけどな。俺もあっこはな、食べたことない。まだ俺もないんですよ、実は。食べてみてもいいよ。やばいっすよ。いくつかやばいっすよ。俺今約もう2週間ですかね、炭水化物一切食ってるっす。やめとくっすか。やばいっすよ。やめとくっすか。ぐいっすよ。めっちゃ誘惑してくるじゃないですか。ストイックなまゆうたくやからな。ムハ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 。あ、ここ北京ダックあるんじゃん。どうね。誘惑がすごい。あ、北京ダックあるやん。一包み500円。え？北京ダックあるで。北京ダックあるんすか？ありますよ。は、見えました。見えました。美味しいですよね。え？あります。あります。北京。何枚？1枚で。じゃあ、あ、2人分で。2人分で2枚で。あー、来たよ。待ってください。でも、あれっすよ。ででん。ででん。経費になるんで。経費。経費になるんで。経費になるんで。はい、1000円です。どう考えたら、この巻いたやつ、炭水化物です。あ、どうするん？言うてみる？はい、どうぞ。すいません、この子がちょっと炭水化物取れなくて、肉だけ欲しいんですけど。できます？このお肉だけできます。このちょっと今減量中らしくて。巻いちゃいました。あ、ほんならお願い。あ、それで大丈夫です。いいんすか？このとこ破って。爪楊枝ありますか？爪楊枝ございます。はい、爪楊枝で。北京ダックこんな冷たいねんな。1本です。3本もくれますか？なんで3本？ございます。来ました。あ、外でいただきます。ちょっといただきます。炭水が作れないんで、3ヘルで刺してね。オッケーオッケー。やっぱり幸せそう。うまいけど冷たい。確かに思った俺も。え、北京ダックってあったかいもんじゃないんかな。あったかいです。あったかいです。ああ。うまそう。これキュウリじゃなくて水分です。やろうな。 98% ぐらい水分だ。キュウリ俺水分食べます。え、あ、まあ、今日はな、ちょっとな、ゆうたくん時間というかな、やっぱせっかくな、まあなんか俺の付き合い長いモデルとしても多分俺的にはな、かなりレアな方やね、ゆうたくんって。やっぱさ、俺も尊敬してる部分が多いから、まあ、俺的にはちょっとゆうたくんタイムにしようかなって。俺のチャンネルでほぼゆうたくんだ。みんな聞きました。レアです。レアレアレア。レアです。ちなみに俺もゆうたくんも兵庫県出身やから。おざす。兵庫県出身で世界大会2人行ってるから俺。あざす。あざす。ちなみにゆうたくんは世界1位取りました。皆さん来ました。はい、レアです。レアです。レアです。おい、そこら辺におる芸能人すごいぞ、ここは。レアです。おい。これ左って面白い店なんだ。おお。あれはブルースリーですか？そうですね。なんかお土産屋さんではここが一番おもろいと思う俺。ちゃんとマスクしてるしかも。いや。濃いっすよ、ここの筋肉わかります？ああ、わかるわ。なかなか出ないんですよ。出へんな、確かにそこ。まあでも大きさ的にはゆうたくんやな。でも多分頑丈さ的にはこっちやろうな。だいぶこっちっすね。どんな筋トレしたの？分からん。教えてーな、ちょっと。癖めっちゃ強い。なんだ。何笑っとんねん、おい。わあわあちゃうねん。なあ。わあちゃうねん、ほんまに。おい、姫路の晩秋で撮る。おい。汚い言葉が出とう出とう。うるさいよ。おうちゃうねん。ちょっと東京入ったな。まあね。やかましいわ。まあ、あっちもハニーがおるし。米神戸まで行こうか。行きます。よっしゃ、レッツゴー。はい、というわけで。まあ、神戸ふらり旅終わりましたね。はい。南京町どうでした？南京町は食べるものじゃなくてまあ今ちょっとまあ減量中やしな、はい、タンパク質しか無理っていう。だからもう北京ダックしか無理やん。はい。ガチャイエー。あんまでも神戸来おへんのやった？神戸全然来ないです。神戸来へん。まあまたでも俺も神戸結構面白いとこあるから、まだ散策しよう。お願いします。いっぱい、まあ、これからお互いモデル活動も頑張って、はい、もちろんゆうやくんもね、YouTube の方してるんで、皆さんよかったらドルジの時間って調べてください。はい。はい。もう皆さんが楽しそうに見えるような動画を撮れるような気がします。わかりました。まあ、これからもね、僕らの活躍楽しみに待っててください。はい。はい。というわけで、じゃあ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またね。バイバーイ。バイバーイ。